昭和46年新春の1月20日、防衛庁では佐藤内閣総理大臣を迎えて高級幹部会合が行われた。佐藤総理は訓示にあたり、我が国は一貫した平和政策を推し進め、軍国主義の復活はありえないことを強調。中曽根長官も同様の趣旨を訴えた。雪の北国、青森県八戸市で開かれた第26回国体冬季大会スケート競技会の開会式。1月23日、全国35都道府県から参加した1700人の役員選手団は、常陸宮及び飛電下をお迎えして熱戦の火蓋を切った。大会は自衛隊の会場設営、輸送、通信、機材、医療など広範な支援によって、まずスケート競技が行われた。続いて2月19日から秋田県田沢湖で5日間にわたるスキー競技が行われ、冬の国体は支援隊の活躍によって無事終了した。北海道の冬の風物を飾る雪まつりが1月28日から札幌で開かれ、11師団他の隊員たちがこの時ばかりは芸術家となって作品作りに打ち込んだ。今年は大型トラック3500台の雪で22基の像を披露。見事な作品は地元の人々をはじめ海外からのお客さんにも好評を博した。冬季オリンピックを1年後に控え、プレオリンピック開催のため2500人の隊員を動員して支援団を結成。主役はあくまで選手たち、隊員は裏方の使命に徹せよと、西田支援団長の指揮のもとに大会の支援活動を展開した。支援隊は19両の雪上車を先頭に6種目35競技の国際競技の舞台作りに連日汗を流したが、雪不足のため数々のロープがあった。雲一つない好天に恵まれた2月7日、札幌市真駒内競技場で皇太子殿下ご夫妻をお迎えして開会式が行われた。とりわけ皇太子美智子両殿下は大会の裏方として黙々と働いた隊員たちに会われ、その労をねぎらわれた。銀世界の中で繰り広げられた競技のうち、最終日のバイアスロンリレーでは北方スキー C チームの自衛隊4選手は見事無敵のソ連チームを抑えて2位となり、翌年のオリンピックへ希望を持たせた。2月24日、航空自衛隊の次期輸送機 C-1 の試作1号機の引き渡し式が川崎重工岐阜工場で行われた。 C-1 は国産の第一線輸送機として防衛力増強の一翼として期待されているものである。陸上自衛隊は3月25日付で部隊の新改編を行い、九州飯塚には第三公社軍ホーク部隊が誕生した。
21日、防衛大学校では本科15期生、理工学研究科7期生、計531人の卒業式が行われた。内外多数の来賓、父兄、在校生の激励を受けて、卒業生たちは夕焼け、晴れの巣立ちをした。続いて桜咲く4月5日、本科第19期生553人、理工学研究科第10期生70人の入校式が行われ、開校以来初の沖縄出身者が入校した。4月16日、防衛研修所には韓国国防大学院の一行が研修のため訪れた。また5月27日にはタイ国国防大学、7月26日には中華民国国防研究院の訪問を受け、熱心な討議や懇談を通じて諸外国との交流を深めた。晴天に恵まれた5月8日9日の両日、海上自衛隊恒例の展示訓練が相模湾沖で行われた。この日、横須賀港から一般参観者や防衛懇話会など協力団体1500人が乗艦して見学した。空からは航空機が編隊でデモンストレーション飛行して豪快な対戦訓練を披露。この日参加した艦艇は護衛艦5、潜水艦2、潜水艦救難艦1、駆潜艇3、掃海艇4隻で実戦さながらの訓練ぶりを披露した。ボフォースロケットの発射やダッシュの無人操縦なども公開され、帰路にはHSS-2 ヘリによる救難訓練が行われた。高波の上で展開されるハイライン訓練。日頃鍛えた腕前を太平洋上に自在に繰り広げて参観者に深い感銘を与えた。6月に入り、地方在住の有識者による自衛隊を診断する会が全国各地で行われた。6月21日、国産初の掃海母艦の命名進水式が東京石川島播磨重工業で行われた。母艦は中曽根長官によって早瀬と命名された。早瀬は第一掃海大群の旗艦早友に代わるものとして建造され、初の本格的掃海母艦として
活躍が期待されるものである。家族らの見送りでにぎわう東京晴海ふ頭。6月28日、中曽根長官の見送りを受けて、海上自衛隊練習艦隊は第15回遠洋練習航海の総都に着いた。実習幹部を含む680人は盛大な見送りの中、香取山雲に分譲。今回はアメリカ、カナダ、パナマ、メキシコの4カ国を訪問した。今度の遠航はこれまでの3番目にあたる長い航海。遠航部隊はカナダでは観艦式に特別参加するなど、訪問国に対し友好親善の成果を挙げたのである。7月1日付をもって自衛隊高級幹部の大幅な移動が行われた。板谷隆一統幕議長が勇退し、新たに衣笠駿陸将が任命された。また衣笠陸幕長、尾形空幕長に代わり、中村隆平陸将、上田康弘空将がそれぞれ着任した。政府公賓として来日したレアードアメリカ国防長官は7月5日防衛庁を訪問した。レアード長官は11日まで滞在し、この間国際情勢や両国の防衛政策、また在日アメリカ軍の基地整理統合や沖縄返還協定に伴う見通しなど、活発な意見交換が行われた。第3次佐藤内閣改造に伴い、7月6日、中曽根長官は党の総務会長に就任のため長官を辞任した。昭和45年1月16日、就任して以来1年6ヶ月余り、中曽根長官の颯爽とした若さと行動力は全隊員に深い印象を残した。代わって増原啓吉新長官が防衛庁次長を退いてから14年ぶりに登庁し、新長官として着任した。また7月12日、中曽根長官を精力的に補佐した土屋政務次官が盛大な見送りのうちに防衛庁を去り、新たに野呂恭一氏が任命された。富士山麓の朝霧高原で開かれた第13回ボーイスカウト世界ジャンボリー。8月2日から10日まで世界114カ国3万人のボーイスカウトを集めた祭典のため、自衛隊は支援団を編成した。およそ1000人の隊員たちは富士登山や通信、天幕、入浴、行事と多方面にわたって強力な支援を展開した。隊員の温かい支援に守られて、世界の子供たちは尽きせぬ友情の交換に時を過ごしたのであった。小雨けぶる7月26日、増原長官は入間基地を訪れ、
およそ2時間にわたって防空組織などを視察した。長官は防空戦闘の中枢ともいうべきバッジシステム、コンピュータ化された補給体系などを巡視して隊員たちを激励した。7月7日から9日まで長崎県宇久島で後方機動訓練が行われた。海上自衛隊佐世保地方総監部の協力を得た第16普通科連隊は上陸用舟艇に乗り込み、一斉に上陸作戦を展開した。日頃自衛隊に馴染みの薄い島民たちにそのありのままの姿を紹介するとともに親睦を深めるのに役立った。航空自衛隊の第4航空団第5飛行隊は32年浜松で編成、同年11月松島に移動以来13年間輝かしい数々の実績を残して7月1日廃止された。と同時に第一航空団松島派遣隊として生まれ変わり、パイロットの養成に努めることになった。航空救難軍も3月1日組織を改編して航空救難団に昇格、各部隊でその編成を完結した。アメリカから到着が待たれていた F4EJ の1、2号機が7月25日、はるばる太平洋を越えて小牧飛行場に無事着陸した。鮮やかに日の丸をつけたこれら F4EJ は F104J の後継機として今後の活躍が期待される。魔の7月30日、全日空旅客機と航空自衛隊機 F86F 戦闘機が岩手県上空で接触、全日空の乗客乗務員162人全員が死亡するという大惨事が起きた。直ちに救難隊が遺体収容作業に当たったが、事件は関係方面に大きな衝撃を与えた。全日空機接触事故の責任を取って増原長官は直ちに辞任、8月2日本庁を去った。同日、西村直美新長官が就任し事務引き継ぎを行った。また事故の責任は全て私にと、上田空幕長も続いて辞任した。引き続き後任の空幕長に石川寛氏空幕副長が昇格して着任した。8月25日、日本武道館でしめやかに全日空遭難者合同慰霊祭が行われた。佐藤首相、西村長官をはじめ、政府、航空関係者、および遺族たちが
遭難者の霊を慰めた。第11回冬季オリンピックを前に、この大会運営を全面的に支援する基本協定が6月17日に防衛庁で締結され、引き続いて細部協定の調印が札幌で行われた。続いて8月3日、真駒内駐屯地で支援集団司令部が編成完結。本番オリンピック成功へ全力を挙げて邁進することとなった。仙台地区病院が完成して8月3日開院式が行われた。病院は2年がかりで準備を進めてきたが、この度の開設により陸上自衛隊は全方面隊に地区病院が置かれることになった。ここは充実した総合病院として近代化された医療機材が導入されているのである。東北の夏の夜を彩る三大祭り、仙台の七夕、青森のねぶた、山形の花笠に今年もまた陸上自衛隊員が協力参加。それぞれの地元駐屯地の隊員たちは節度正しく踊りやパレードを披露して市民と共に楽しんだ。北海道は千歳原野、島松演習場を舞台に8月23日から26日にかけ北部方面隊の演習が行われた。これには全国の陸上航空部隊が参加、とりわけヘリコプターはほとんど参加し、陸上自衛隊始まって以来の大規模な空中機動演習となった。9月1日防災の日、今年もまた防衛庁関係から4個部隊が表彰された。首相官邸で行われた表彰式、団体の部で陸上自衛隊1師団千葉及び青ヶ島水害派遣部隊、13師団高知水害派遣部隊、海上自衛隊2空軍八戸救難飛行隊、航空自衛隊航空救難団千歳救難隊がそれぞれ佐藤首相から賞状と記念品が手渡された。研修所18期研修員35人の卒業式が7月10日研修所講堂で行われた。卒業生一人一人に証書が送られた後、江藤人事教育局長の長官訓示の代読が行われた。また9月2日、第19期一般家庭研修員33人の入所式が行われた。出席の来賓各氏から激励の訓話があった。
9月9日46年度自衛隊高級幹部会合が防衛庁本館で開かれた。会合は全日空機接触事故、朝霞の自衛官殉職事件後初めてのもので、席上佐藤首相は、正すべきものは拙直に正し、より一層精霊して国民の信頼を勝ち得るよう強く要望した。黒潮国体といわれた第26回国民体育大会夏季大会が10月5日から和歌山で開かれ、陸上自衛隊は大会運営を全面的に支援した。自衛隊21歳の誕生を祝う記念式典は11月1日の自衛隊記念日を中心に全国各地で盛大に行われた。秋晴れの10月31日、千駄ヶ谷の国立競技場前で佐藤首相を迎えて行われた中央記念式典。参加人員4600人、車両250両の堂々たるパレードを展開した。恒例になった自衛隊記念日の広報行事音楽祭りが11月9日若さと立道の広場をテーマに千駄ヶ谷の東京体育館で行われた。昼夜2回にわたって会場を埋めたおよそ1万の都民は、隊員たちの郷土芸能など音と光のショーを楽しんだ。あいにくの雨天となった10月30日、殉職隊員の追悼式が式場を市ヶ谷駐屯地の大講堂に移して実施された。長官代理野呂政務次官ほか、参列者はこの1年間に殉職した48柱の霊の冥福を心から祈った。ドイツ連邦共和国のシュミット国防相が11月25日から29日まで来日した。27日には防衛庁を訪れ、西村長官と懇談した。西村長官は国連に関する発言の政治責任を取り、突如退任。12月4日、防衛庁で離任式を行った。代わって、元防衛庁長官の江崎真澄氏が就任。12月6日、初登庁した。防衛庁技術研究本部は46年に新しく開発した粉身弾の性能試験を行った。またそれに先立ち、霞ヶ浦で新装甲車の浮行試験が行われた。この装甲車は60式装甲車に代わるものとして開発され、乗員12名、重量13トン、スピードは最高速度60キロで、浮行性を有するものである。秋竹縄の10月18日から22日まで、東北方面隊は大城寺演習場で
第6第9師団の対抗演習を行った。この演習は中村陸幕長の訓練視察もあり、両師団とも今年の訓練の総仕上げとばかり元気いっぱいに行動した。また10月11日から14日まで西部方面隊は九州一円を舞台に46年度最大の行事である鎮西演習を行った。演習は実員による第4第8師団の対抗演習を中心に双方秘術を尽くして攻防戦を繰り広げた。かねてナイキアジャックスを高性能型のナイキ J に換装中であった航空自衛隊第一公社軍は6月末をもってその計画を完了。防空威力が一段と向上した。また工事が遅れていた長沼基地の隊舎や施設も完成し、ナイキ J を装備する第3公社軍の第11公社隊が12月10日千歳基地から長沼町に展開した。こうして第3公社軍の配置が完了。ナイキ J による北海道の守りがさらに固められた。昭和46年の幕も閉じようとする頃、翌47年壁東を飾る札幌オリンピック大会成功へ向かって大規模な支援活動がすでに展開された。こうして国民の信頼と支持を獲得するために、さらに精進すべき新しい門出を迎えたのである。